爽やかな夏の風を感じる一瞬、平野紫陽が見せるサントリー人、ミス、SUI の新 CM、待望のリニューアルとともに、サントリー人、ミス、SUI が新しい CM で注目を浴びています。この CM では、俳優の平野紫陽さんが新キャラクターとして登場し、その魅力的な笑顔が視聴者を引き込みました。 平野さんはこれまで多くの広告やドラマでその演技力を発揮してきましたが、今回は初めてお酒の CM に挑戦。彼が演じるのは、爽やかなゆず緑茶生姜の組み合わせで知られる、緑 SUI の生々しい味わいを表現する役所です。新 CM の発表会では、初めて見る黒髪の姿でキービジュアルを披露し、会場に花を添えました。 緑人相談感や商品の味わいが広く消化され、その量感あふれる味わいはまさに夏の訪れを予感させ、飲む人々に爽やかなひとときを提供してくれることでしょう。平野潮さんは撮影中に表情が合っているか不安に感じたと語りますが、完成した CM を見て清々しい表情を見せました。彼の爽やかな笑顔とともに、緑 SUI の新 CM は多くの人々に愛されることは間違いありません。 ミッスイはその独自の味わいで多くの人から愛されてきましたが、今回若手俳優の起用により新しい展開が生まれ、生なしさや爽やかさを感じさせる CM は多くの人々の心をつかむことでしょう。平野さんはキャラクターに選ばれた喜びを語り、生なしさをアピールする役割に選ばれたことに光栄であり、嬉しい限りだとコメント。ミッスイのイメージにぴったりの清々しさを表現できるように精一杯演じると誓いました。 彼の成長とともに、生成しさを追求する姿勢が、今後ますます期待を高めています。新 CM では、平野志耀さんが演じる、生成主さとともに、緑 SUI の爽やかな味わいが際立ちます。ゆず緑茶生姜の組み合わせは、夏の訪れを感じさせ、多くの人々にとって、心地よいひとときを提供してくれることでしょう。彼の魅力とみ、水の味わいが見事に融合し、過去の新 CM は、きっと多くの人々に愛されることでしょう。 その後、平野耀さんは緑人ソーダを力強く PR しました。以前中華料理と一緒に緑人ソーダを楽しんだ経験をシェアし、爽やかで香りもスッキリしているので食事も進み、すぐに完食してしまいました。どんな食事にも合わせられると思います。いろんな食事と楽しんでくださいと呼びかけました。彼の熱いコメントは緑 SUI の魅力を一層引き立て、商品の広告効果を高めることでしょう。 そして、生なしさをアピールするために、平野潮さんが撮影現場での楽しいエピソードを明かしました。撮影はラフで楽しかったとし、セットの香りがお腹をペコペコにするほど良かったと笑顔で語り、明るいエネルギーが CM の雰囲気にさらなる活気をもたらしています。初共演した東京ゼロさんの革命悲惨についても言及し、チームワークが CM の魅力に深みを与えました。 これらのエピソードは新 CM の裏側の楽しさや和やかな雰囲気を視聴者に伝え、商品のイメージや親しみやすさを高める役割を果たすことでしょう。生成しさについてのキーワードに関して、平野紫陽さんが興味深いエピソードを披露しました。彼は清々しいと思う人について問われ、2日3日前に行ったお寿司屋さんでお弟子さんと答えました。 プライベートで訪れたお寿司屋さんでお弟子さんが大将の握り方や立ち振る舞いをずっと見ている姿に感銘を受け、リアルなエピソードが生成しさを身近なものとして捉え、視聴者に共感を呼び起こすことで CM の効果を一層高めるでしょう。彼はまた、深爪めの人であることを加え、すがすがしい人のイメージに深い興味を寄せています。このような率直なコメントは視聴者に生成しさのイメージを広げ、 平ラノシさんの個性や興味に触れることで親近感を生むでしょう。サントリージン、ミス、SUI シリーズの待望のリニューアル版が登場し、その名も、緑ジンソダ缶。アルコール度数7%のボリューム感と素材の香りが際立つ爽やかな味わいをお楽しみいただけます。中身とパッケージが一新され、新しい緑ジンソダ缶は独自の愛素材を用いたフレッシュな味わいが特徴です。洗練されたデザインが施され、 商品の魅力が一層際立ちます。この素晴らしいリニューアルにより、ますます多くの人々がこの爽やかで香り高い飲み物を愛することでしょう。新しい緑人ソダ感はお求めやい価格で提供され、その素材の香りをより感じられるよう原料の配合が見直され、無糖に生まれ変わりました。これにより、緑 SUI の魅力がより一層広がり、多くの人々に愛されることでしょう。